14番ホール341ヤード。フォア左ロックして最後セカンドショットは打ち上げていく。今日は左グリーンなんでフェアウェイ右側だったり置きたいんです。多分ドライバーで言ったら先の右のラフまで突き抜けちゃうんで、ここはちょっと2番ユーティリティ使って行ってみたいと思います。これは完璧ですね。右からうまく登ってくれた。完璧です。ピンまで98ヤード手前バンカーあるんで、ここは確実に52度で。いや、いい感じかも。いい感じでした。手前に置いて、めちゃくちゃいいところ。上りのバーディートライ。こういうところ、ちょっとそろそろ行きたいな。なんか今日下からのライン全部なんかまっすぐなところに来てる気がするな。です。今まで実測135でした。濃いフォローもあるんでピッチングでいきたいと思います。ピンはほぼセンターかな。最近ショットいいっすね。クラちゃんの体とか本当にうまいトップアーマーの方と最近動画の企画を通して回らせていただくことも増えて、そういうことをラウンドするといろいろ教えていただけるんで、こういう練習した方がいいよとか、こういう考え方で練習した方がいいよとか、ラウンドの時はこういう状況だったら、こういうアプローチした方がいいとか、いろいろ教えてもらえるんで、そういうのを踏まえてこう練習をちょっと最近ここ2、3ヶ月やってるんですけど、なんか成果が出始めてきてて、自分の感覚にないなんか突破の感覚とかも出てきてるんで、最近練習で意識してることとかはまた動画でちょっといろいろまとめてお話ししたいなと思っているんだな。7m ぐらいのバーディーパット結構できてないですね。とりあえず距離感すごいか。もう結構ちょっとプッシュしてるな今日。多分斜面当たっていいところに転がってくれてました。ピンまで130ヤード上げてるのと多分フライヤーしそうな感じがするんで、ピッチングでいきます。これ出ちゃった。完璧だった今のは。よっしゃバーディー。よし。
左ドッグ左ラフギリギリぐらいからドローしたら多分完璧なとこに行くと思うんでフェアウェイ左ぐらいぐらいでいきます。しなかったけど、まあいいところだと思います。うわ。リラックスね。最高、完璧だった。いやー今のは最高だった。バーディーチャンス来ました。2つ目の完璧だった。今のはよし、バーディー来た来た。ワンアンダー前半、今まさかのワンアンダー、2バーディー1ボギー、めちゃくちゃいい形で前半の最終ホール来ました。やっぱショットがやっぱ安定してるのがめっちゃでかいですね。まあ最後のパッティングも良かったし、アプローチも良かった。全部完璧でしたね、今のところは。最終ホール、ここ。このミドルが結構鬼門なんで、もうなんとかパーでしのぎたいですね。ワンアンダーは多分自己ベストになるんで、ティーショットさえ多分うまくいけば大丈夫なんで、そこを気をつけて打っていきます。もうやっぱりインに上げすぎることが課題としてあったんで、そこをできるだけピンに引かないようにテイクバックするっていうのは結構意識してて、それをやりだしてから結構良くなったですね。多分股関節の動きとかがインに引くかどうかみたいなところに結構関わってくるなっていうのは、いろんな人に教えてもらって感じて、自分でも練習して思ったんで、だからそのあたりとかまた動画にしたいなと思いますけど、だからそれやって結構良くなったですね、ショットは。めちゃくちゃ上げてるんで余裕でいきたいと思います。隣の左行ったな。わからない、ここニアサイドアプローチなんで、エッジ先ぐらいに落ちたら成功。前半、まさかの1アンダー35、ハーフベスト更新しました。いやちょっとね、最後は入ると思ってなかったんで、まさかでしたね。いいプレーできました。ちょっと後半もこれは自己ベスト狙って頑張りたいと思います。ではまた次回お楽しみ。後半に行きます。